企ん。それは他の鳥の巣に卵を産んで、他の鳥に育ててもらう行為を意味する言葉。しかし、この言葉は人の世界でも使われることがある。この場合、旦那とは違う男性との間にできた子供を、旦那の子供として育てることを指すのである。今回はこの企んという行為で育てられた女性が、自分の過去を語るスレを紹介する。書き留めていないので遅くなります。見バレが怖いので若干のフェイクを入れさせていただきます。ご了承ください。おお、重そうだ。読むよ。時間かかってもいいから書いて書いて。書き溜めていないためすみません。お付き合いいただけたら幸いです。イッチは丁寧な文章で、過去を語り始めた。自分が父親の子供ではないと知ったのは25歳の時でした。母親は死んだと18まで聞かされていたのですが、生きていると知った時、私はこれは触れてしまったらいけないのではないかと思い、一度も口に父や祖父母にその話をしたことはありませんでした。私は、父と祖父母に育てられてきましたが、なぜだか邪険にされていた理由がやっとわかりました。母親に嫌悪感ある？母親には嫌悪感があります。その理由も後に出てきます。私は家族、親戚からお母さんはね、お星様になっちゃったんだよ、と言われてきたので、これは触れてはいけないことなのだと思い触れてきませんでした。2歳くらいからの写真はあるのですが、なぜか生まれた時から赤ちゃんの頃の写真はなく、一度も見たことがありませんでした。私がだんだんと大きくなってくると、家族からの態度が明らかにおかしくなってきました。お前は死んだ母親にそっくりだ。などととても冷たい態度を取られるようになったり。お前がいなかったら、みんな幸せなんだよ。と言われたのをよく覚えています。私は、何も言うことができずただ、父や祖父母に気に入られようと必死でした。私に生理が来た時くらいに、お前は子供を産んでも、母親みたいな人間になるから、子供なんて産むなよ。と言われたり、父親からは特に、本当に母親そっくりだな。と言われることが続きました。けれども、そのような言葉を吐いたかと思ったら、お前は何も悪くない、悪くない。申し訳ない。何度も謝られるということが何度も繰り返されました。私は、父親に一枚だけ母の写真をください、とお願いして、毎日、母は死んだものと思っていたので、写真に向かって手を合わせていました。家族はものすごく嫌な顔をしてある日、写真立てごと壊されてしまいました。家族からの扱いがあまりにひどく、時に暴力も伴うことがあり、私は自分の何がいけないのかを必死に考えて考え尽くしていても、私のことが大事ではないのだな、と私はいたり、特に何かを言われても殴られても一切反論せず、生まれてきてごめんなさい、というばかりでした。イッチの幼少期や青春期は、とても辛い毎日だったようだ。18歳になった時に戸籍を取りに役所に行ったら、協議離婚の文字があり、なんとなく自分が嫌われていたということがわかりましたが、でもなぜ母親ではなく親権を父親が持っているのだろう、と疑問で仕方がありませんでした。父は一度も再婚をすることなく、私を育ててくれた、けれど邪険に扱う。どうしてなのだろう、もやもやと数年を過ごしました。23歳頃に祖父が亡くなり、家族は父と祖母だけになりました。私が24歳の時に、祖母が亡くなり寝ずの番を父としていた時、父が、お酒をガブガブと飲みながら、本当に申し訳ない、家族みんながお前に対して辛く当たったのには理由があった。お前は、お父さんの本当の子ではない。だから、お前が悪いわけではないと分かっていても、母親に似てきて、母親に対する苛立ちをお前にぶつけた、謝っても済まないと思っている。と土下座をされました。それを聞いて、謝らなければいけないのは私の方だと思いました。そして父は、今まで隠していた一致の本当の生い立ちを語り始める。話を聞いていくと、私が1歳の時にあなたの子じゃないの、と言って私を置いて家を出て行き、幼い私を養護施設に預けるのは、子には罪がないから、と言って父が親権を引き取り、祖父母と共に育ててくれました。離婚から半年後、不倫関係にあった男性と入籍をし、親権を返してほしい、と家に来たとのことでした。親権返してほしいと来て、お父さんは断ったの？父が言うには、自分の遺伝子を引いていないとしても、育てているとその子が不幸になっていくシナリオをまざまざと見てはいられない、と断ったとのことでした。私は、母親に25歳の時に育ててくれた親を裏切る形になる、と思いながらも、父に相談をして、母親に会いに行きましたが、私が見た母親は生活保護の不正受給をしながら、末後で人として信じられない人が目の前にいました。
それからは、金の無心ばかりをされて、これが母親なのかと考えたら、虚しくなり、父親や家族も辛かっただろう、と心底浴びる気持ちでいっぱいになりました。悲劇のヒロインのようになってしまい申し訳ありません。悲劇というよりは呆れているという状態です。私のところの場合、母親があなたの子じゃない、とはっきり言っただけで、隠して育てさせている方がたくさんいると思うと、DNA の検査は義務化するべきだと心底思います。どこかで吐き出したくなったので、書かせていただきました。すみません。これまで溜め込んできた言葉を吐き出し終えた一気に、スレミンたちは疑問に感じたことをぶつけていく。お疲れ様。ま、悲劇っちゃ悲劇だが、あなたがそこそこしっかり育ってるんで、救われるかな。将来自分の家族を持てるように頑張ってほしい。悲劇なのは私を育てることになった家族だと思います。父は一度も他の女の人と付き合うこともなく、再婚もせずにいたので、幸せな人生だったのだろうかと申し訳なくなります。人の幸福は本人にしかわからないよ。あなたは幸せなの？私は幸せだと思います。なるほど。今になって父親との関係は小康状態って感じかな？結婚、つかそれ以前に恋愛とかも難しそうだな。そうですね、今は良好な関係が築けています。父にけじめをつけるためにも DNA 検査をしたらどうだろうか、と勧めましたが、なんだか、お父さんに似てるからもういいんだよ、と言ってくれました。父は女は怖い、と言って恋愛、結婚もしていないようです。そっか、一致は恋愛してる？恋愛はおかげさまで、今は幸せです。連れてきた不倫相手とも別れたということかな。連れてきた不倫相手とも別れてます。実際、本当にお父さんの子供じゃないの？ DNA 検査したの？もしかしたらってこともあるよ。お母さんがデタラメな人なら。父に検査を勧めたのですが、断られました。きっと、どこかで本当の子かもしれない、という気持ちもあるのかもしれません。決定的に違うとなったら、どっちもおかしくなると思います。旦那さんは一致の境遇は理解してる？全て知った上で嫁として迎えてくださったので、主人、義理の両親には感謝してもしきれません。一致のやるべきことは孫を作ることだ。おかげさまで、昨年子供が生まれました。父親から漢字を一文字いただきました。孫はちょいちょい店に行くといいよ。配偶者はギフト仲良くしてくれる？少し離れているのでなかなか会いには行けませんが、写真をちょくちょく送ってくれます。一致以外の登場人物がみんなクズではろた。実子もいるけど、血縁でない子供二人育てているけど、くっそ可愛いもんだぞ。結構な仕打ちはありましたが、一番のどうしようもない人間は母親だと思います。49さんはお優しいですね。お子さんとても幸せだと思います。父ちゃんもそう言ってけじめをつけてくれたってことは、大事にしたいって気持ちがあったんだろうね。多分、両親の気持ちにも沿って、板挟みで苦し紛れにひどいことも言ったんだと思うわ。それにしても子供に当たるのはどうかとも思うけどね。祖母と祖父にとってみれば、孫が見たいと思ってたところだったから辛いってのはあったと思うが、我が子が育てているんだから、温かく迎えてやれとも思うな。父は一番辛かったと思います。父自身跡取りで、祖父母にとっても初めての孫が一体どこの骨の男かわからないとなると、何をどうしたらいいのかわからなかった部分も多いと思います。けれど、大事にしてもらった思い出もあるので、私は幸せだったと思います。血のつながらない子供を金と手間かけて育てるかね。父はともかく、祖母まで、託卵されてると分かったら離婚するのが、普通の男の反応なのに。私もそう思うんです。なぜ親権を放棄しないでいてくれたのか。分からないものですね。今でも嬉しいことがあるのですが、もう30過ぎるのに、毎年誕生日には必ずメッセージをくれることです。お前がいたから、もやもやはあったけれど幸せだ、と言ってくれたことは今でも、感謝してもしきれません。スレミンと一致とのやりとりはまだまだ続く。子供はできた？孫たくさん作ってあげたらお父さんも喜ぶと思うけど。子供は一人生まれました。できれば、三人くらい産めたらいいなと思っています。たくさん、親孝行したいです。一致の今が幸せで、お父さんのこの先の人生が幸せなら、それで十分じゃないかな。そう思ってくれていると嬉しいです。今の幸せは、父と祖父母のおかげであるものと思っています。そして、主人にも心から感謝しています。俺の配偶者の父親、俺から見て義父は、配偶者とも血の繋がってない系譜だが、俺の子供は全員、血の繋がったばあばよりもじいじが一番好きで、会いに行くと取り合いが始まるぞ。血の繋がりはとても大切なものかもしれないですが、真の心からの繋がりと敬いがいかに大切なものか、とてもよくわかります。結婚して幸せになって、孫まで抱かせてあげて、いい親孝行できてるじゃん。その後母親とは会ってないよね？
もう、だものと思って絶対会わないことだよ。それからは、一度も会っていません。ただ心配なのは、年が離れた弟、父親が違いますがしっかりと心身健康でいるかは気がかりです。ある程度の年齢まで育てたなら、見捨てられない気持ちもわからないでもないが、一歳で引き取るとか。いつも父親にべったりだったそうです。優しい人です。辛い思いをさせて申し訳ない気持ちばかりです。これからできることをしていきたいと思います。男女の揉め事は嫌だねー。愛から愛憎に変わんだもんな。人間の理性などしょぼくてな。可愛さ余って憎さ100倍なのでしょうか。互いが思いやる気持ちと信頼が大事だと常日頃思います。幸せになれよ。ありがとうございます。これからしっかり頑張ります。愛あふれる父親に育てられた一致は、きっとその愛を子供にも与えていくことだろう。最後までご視聴ありがとうございました。辛い扱いを受けながらも父を慕う一致と、嫌悪感と罪悪感に襲われながらも、一致を立派に育て上げた父親との物語はいかがだったでしょうか。ぜひコメントで教えてください。よろしければチャンネル登録と高評価もお願いします。